Rose Up Radio Presented by Rose Up Close Up Radio。 皆様こんにちは。クローズアップレディオもありがたいことに今回で5回目になるキムちゃんでございます。本日はちょっとしっとりとした雰囲気で始めさせていただきたいと思います。先日ちょっとした別れがありました。発端は言葉の行き違いから始まったいさかいだったんですが、どんどんエスカレートしてお互いに相手の言動に腹を立てて傷ついて、最終的にはもう別行動するしかないという結論を出して道が分かれました。その人への思いを託した詩です。背中を見せて、隣には並ばない、背中を見ていたいから、いつも前を歩いてて、少し離れてついていくから、急ぎ足で先に行って、私が遅れたことに気づいても立ち止まったりしないで、あなたはウサギ、どんどん先に進んでく。おとぎ話のウサギと違ってあなたは途中で休んだりしない。だったら追いつくはずがない、亀の私は。だから今は遠くで見てる、走っているあなたを。いつかスピード落ちた時、もしも追いつくことがあったなら、思い出話できるといいね。今を無理して一緒に走るより、遠い先にそういう時間が来るといいね。クローズアップレディオ。この番組は株式会社ローズアップほか各社のサポートにより配信してまいります。Close Up Radio Presented by Rose Up キムちゃんの推しトーク。改めましてキムちゃんです。よろしくお願いいたします。先ほどは詩の朗読から始めましたが、その人と離れたことは喧嘩別れではないと思っています。出会ったこと自体は本当に良かったと思います。口論したこと、何度も恨んで憎んで大嫌いになって、お互いにインスタグラムブロックし合って、でも楽しかったし大好きでした。友達でも恋人でもない、つながりは SNS だけでしたが、あれほど激しく感情をぶつけ合えた人は他にはいません。その人の考え方や生き方には心惹かれるものがありますし、これからもがむしゃらに自分の目指したものに向かって突き進んでいってほしいです。ただ私はもう隣に並ぶのは無理です。そのペースにはとてもついていけません。だから後ろから心の中で声援送ります。そして距離を取ります。きっと近づきすぎたんでしょう。ソーシャルディスタンスは人間関係にも必要なんですね。何年か経ってもし会えることがあったら、ケーキでも食べながら、あの頃はなんて言って笑い話にできたら本当にいいなって思います。一度こうと決めたらその目標しか見えなくなるとこ、周りの人間の顔も見えず声も聞こえなくなるぐらい夢中になってしまうところは魅力でもあり、時には私を傷つける武器にもなる。
あまりにも無理するから心配になって意見したり、心遣いしたつもりが逆にその人の邪魔になったり、イライラさせたり、そんなことを繰り返した2年間でした。その人を応援することは充実感と満足感に満たされていました。いつもエキサイティングでワクワクしていました。目標を達成した時のとびっきりの笑顔がたまりませんでした。笑っていてくれさえすればいい。ただその笑顔が見たいだけ。お仕事の報酬はそれだけで十分なんです。でもその笑顔が自分に向けられなくなった時、悲しいとか寂しいとか通り越して深い空虚感がやってきます。失恋とかとはまた違った喪失感が今は勝っていますが、この2年間は間違いなく私の宝であり、応援した日々は私の誇りでもあります。余計なことばっかり言ったりやったりした言動の数々、もう今となっては後悔したり振り返ったりする記録もないけれど、これからも変わらずまっすぐ夢に向かうであろうその人は、この先もずっと永遠に私の推しです。以上、キムちゃんの推しトークのコーナーでした。Rose Up Radio Presented by Rose Up キムちゃんの推しトークパート2。さて、またまた戦国武将の話になりますが、前回は徳川家康の嫡男松平信康の謀反切腹事件を松平信康本人の語りとして声劇にしてみましたが、今回はそれに関わった家臣としての立場で声劇にしてみました。酒井忠次、幼少の頃より徳川家康に仕える。信康謀反の疑いの際には織田信長に呼び出され釈明を求められるも一切弁明せず、信康をかばうことはなかった。酒井忠次語ります。殿、まことにこれでよかったのでござりまするか。信康様は武田とは通じておりませんでした。それがしがそう申し開きをすれば、たとえこの命と引き換えにしてでも信康様の除名をお願いすべきだったのではありませぬか。あんなに信康様の成長を喜んでおられた殿が、信康様が戦場で立てた手柄の報告を目を細めてお聞きになられていた殿が、御自ら信康様に切腹をお命じになった心中いかほどであったか。この酒井忠次、殿の幼き頃よりお仕えし、人質時代を共に過ごし、苦楽を共にして参りました。信康様がお生まれになってからは遊び相手を務めさせていただき、殿と共にその成長を見守ってまいりました。その信康様を信長様からお守りすることができず、見殺しにしてしまいました。このことは生涯の重しとなってこの胸から離れることはござりませぬ。殿、なんと堪忍踊りを信康様が果てたこの時に
犯人踊りを前と仰せられまするのか。そうでございましたな。信康様は幼き頃よりそれかしの堪忍踊りが大好きにござりました。では堪忍踊りで信康様をお送りいたしましょうぞ。堪忍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 じゃ堪忍堪忍堪忍じゃ堪忍堪忍堪忍殿、やはり無理にござりまする。一度だけ存分に泣きましょうぞ。涙が枯れたらその時は笑って堪忍踊りをいつものように陽気に舞いまするゆえ。はい、岡崎城おもてなし戦国武将隊グレート家康公青い武将隊の得意とする口上からの抜粋でございました。半分オリジナル半分抜粋でございます。以上、キムちゃんの推しトークのパート2のコーナーでした。Rose Up Radio Presented by Rose Up。 はい、今日はいつにも増して独自の世界にハマった語りになってしまいましたが、いかがでございましたでしょうか。個性を出しすぎて本当独特すぎる世界を作ってしまいまして、なんのこっちゃとお思いの方もいらっしゃるかもしれません。まあ言いたいことは、個人の人生を作る材料は一つ一つの出会いの中にあるということです。縁あって出会った以上、出会わなかった方が良かったなんて思いたくはありません。出会って良かった、出会ってくれてありがとう、そういう気持ちになる方が絶対にいいですから。そうありたいと思っていても必ず別れは来ます。偶然ですが、先ほどの推しトークパート1で話したその人と離れることを決めた日、たまたま目にした動画がこう言っていました。分岐点での別れは寂しがってはいけない、それは前に進むためには必要なことなんだから、笑ってありがとうと言ってください、という内容でした。無駄な出会いなんて一つもないんです。どんなにひどい出会いだったとしても、その中には必ず何か得たものがあったはずなんですから。クローズアップレディオ、この番組は株式会社ローズアップほか各社のサポートにより配信いたしました。Rose Up Radio, presented by Rose Up.